Thank you. はい、皆さんこんにちは。みなです。たかです。エリキゴームです。はい、ということで今日はね、イグアスの滝に行きたいと思います。世界の3番でかい滝の一つです。南アメリカで一番でかい滝です。ちなみに3つはね、アメリカ、カナダにあるビクトリアフォールズ。違うね。ビクトリアフォールズはアフリカだよ。そう、アフリカのビクトリアフォールズ。2つ目がアメリカ、カナダにあるナイアガラフォールズ。で、3つ目がこの南米、ブラジルとアルゼンチンの間にあるイグアスの。で、今日はね、アルゼンチン側から見に行きます。今から、まあ、見てる通りバスに乗って行きましょう。アレマニア、イハポン。800ペソのチケットを買いました。ちなみにクレジットで払えるけどパスポートが必要です。今ちょうど入り口入ってきたところなので、ここじゃない、ここにいるじゃん。今ね、ここから入ってきました。ここから入ってきて、行ってみたいと思います。はい、行きましょう。はい、今ね、イグアスの滝公園内を歩いてるんですけど、かなり綺麗です。なんかアフリカのさ、ビクトリアフォールズ行った時ってなんかこんな綺麗じゃなくて、なんかもっとワイルドな感じの道もあったんだけど、ナイアガラの滝、さすがね。ナイアガラじゃねえ、あれあれ、イグアスの滝。はい、イグアスの滝ね、かなり観光地化されてます。ビクトリアフォールズと比べると広いですね、公園内、敷地面積が。で、売店とかレストランとか、まあトイレももちろんあるのでね、心配せずに。まあインフォメーションセンターとかビジターセンターもね、整備されてます。で、ハロー。で、今トロッコに乗ります。観光客も比較的多いので、整理券を発券してて、さっき整理券をもらって早速乗っていきたいと思います。トロッコ列車、可愛らしい。今から悪魔のめっちゃ人いる。おお、なんかいるぞ。かわいい。なんかアリクイみたいに鼻が長いね。めっちゃゴン箱食ってるよ。見てください、水の色。水の色がちょっと汚い、泥色になってる。てなわけで今ね、ずっと1キロぐらいね、この今橋の上を歩いてます。で、1キロ行くと一番有名なところに行けるので、天気最高。早く見たい見たい見たい。わぁ、おい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 え、見て、多分あそこに滝があるんだけど、水しぶきが下から吹き上げてる。え、上で雲ができてる。やっぱない？しかも上に雲ができてるよ。うわ、やっぱ。There's nothing I can ever say.
ちゃめちゃでかかったね。もう言うまでもなくでかかったね。あとびしょびしょになったね。やべ、もうシャワー浴びてると同じです。それぐらいびしゃびしゃになります。なのでね、もし来る人ね、カッパかな、カッパを持ってきた方がいいです。まあね、言うまでもなくでかいんだけど、ちょっと調べてみたところ一番落差がでかいところで 80m でね、三大瀑布の中でも一番やっぱねでかいんだって。ここがすごいよね。毎秒65,000トン。もう想像できない。ってなわけでね、次はちょっとねトレッキングを歩いてイグアスの滝をね下から拝みたいと思います。でね、ちょっとね看板見つけたんだけど、これさっきからちょこちょこいる可愛い動物噛まれるらしいです。で噛まれて怪我するから、まあ触らないように、あとは餌をあげないようにっていう看板がねあります。ということでね、ロワートレール1キロぐらいかな、歩いていきます。お、やば、まだ奥あるけど、あるけど、ここもすごい。マジやばいな、迫力やばない？虹が見える。ちなみにね、あの奥にねボートが見えると思うんですけど、滝の中に突っ込むっていうアクティビティです。で俺らはちょっとやんないんだけど、このすごい滝の中にあのボートで突っ込むっていうアクティビティできるので、やばいでしょあれ。これ虹も綺麗に見えるし、めっちゃ綺麗、写真でもめっちゃ出る。ここにボートで突っ込みます。おそらく一人ぐらい死にます。うわー、行った。おー、見えなかった。やばっ。はい、なんとここからびしょびしょエリアです。みんなここでポンチョみたいなのに着替えて、あの奥ちょっとね、カメラからマイクとか外して防水対策します。やば、おお、帰ろ。はい、全身びしょびしょです。レナも髪の毛びしょびしょです。まあね、なのでもう帰ります。こんなびしょびしょになるとは思ってなかったからね。予想以上にびしょびしょですが、てなわけでまた次の動画、次はね明日もうねブラジル側にね移っていきます。もうイグアスの滝を挟んでアルゼンチンとブラジルがね隣にあるから、明日からはブラジルです。楽しみにしててください。はーい、ということでバイバーイ。寒。はい、ということで今サンパウロにやってまいりました。あ、来るのが大変だったね。でサンパウロの、まあ、周辺人口も合わせると1200万人。あのお酒に酔っ払ってる人、薬で行っちゃってる人めちゃめちゃ多くて、さっきフリーツアーしてた時もホームレスの人がマットレスのベッドを引いて寝てる。